はい、皆さん、ということで、こんにちは、ミントス先生ってことで、今回ですね。はい、もうね、やばい、風俗に落とそうとした、奴らを途中目からね、行くために、海藤さんに話しかけて、ボコボコにしていこうと思います。というわけで、やってまいりましょう。さあ、海藤さんで今ね、一体どこにいるんでしょうかね。あ、いたいた。海藤さん、こっちです。行きましょうか。そんじゃ行くか、タボ。あー、バッチリよ。一軒。町のぼったくり店をお掃除しにな。まあちょっと許せねえよな、そんなやつね。オーケー、あ、行こう。うん、行こう。行くしかないよ。よっしゃ、そう来なくっちゃな。ああ、バチバチに進行ぜ。ああ、どんなやつがいるんだろうね、気になるね。コウスケくん、君は逃げれないよ。ここだな。お前がケイコちゃん連れ込んだぼったくり店。タクメン。そうだよ。なんかデリバリーしそうですね、麺を入れに。おお、何言ってんだお前。何言ってんだ。店長とご対面するまで付き合ってもらう。いや、そらそうでしょう。そうだじゃねえ。店長に会ったら俺その場で殺される。何、拳銃かなんか持ってんの？あんたらもだぞ。俺たちも？そんなに怖いのその店長。見てえな。いっぱいいる。どの見て。え、下も？食い物にするクズだ。きっちり懲らしめてやろうじゃねえ。え、誰なんだろうな、すごい気になるね。んなんだ、電話？待てよ。杉浦からだ。杉浦？あ、なんだよ、このタイミングでか。すっごけんな。一体何の余計なんだ。久しぶりだな。そうだね、半年ぶり。半年ぶりくらい。元気だった？久々すぎない杉浦くん。あのね、ちょっと聞いてほしいんだけどさ。なになに、早く言って。実は僕、この間からつくもくんと新しく探偵事務所を立ち上げたんだよね。マジ、誰つくもくんって。おい、ちょっと待った、なんだって探偵になったってことか、お前が。そう、横浜でね。横浜で遠慮してカムロ町は避けたわけ。な、話がいろいろ急だし、それにつくもくんとって、あのつくも？どの、え？あのつくも？え、このつくもと？マジ？あ、そうだけどさ。なんか波長が合うんだよね。おい、早くしろよ。陰キャの波長ってこと？じゃあ俺とも合いそうだね。かかる依頼が来ててさ。うん。先輩方にぜひ手伝ってもらえないかなと思って。どう？おお、どういう依頼よ。その話急ぐか。俺らこれから勝ち込みなんだ。そうなんだよね。勝ち込み？何それ？いや、今からなんだよ。終わったら後で話すよ。何なの？教えて。いやいや、忙しいんだよ、杉浦。ちょっと空気読めお前。いいな。行くぞ、タボ。杉浦あんま空気読まないよな。よし。さて。いたいた、おじさんか。悪そうな顔してんな、こいつも。コウスケ、誰？どういうことかまず説明しろや。店長、いえ、浜田恵子さんからぼったくりに脅され困ってると、そういう相談があってね。ああ、言われて言ってんだこっちは。てめえ、その声さっき電話で話した野郎か。おめえとうですね。八神探偵事務所だ。探偵で八神って、お前あれか、昔松金の組長が面倒見てたっていう。俺メガネ振りすげえな。なあ、カムロ町でうちの名前知らねえなんざ、モグリよ。ちなみに俺はその松金組にいた。カイトなんだ。いや、それは痛いわ。お前も話には聞いてる、有名だよな。何、どうやって有名なの？まあそうかな。え、そんなに？松金の海斗といえ、おつむの弱さで知られてる。え、おつむの弱さで？組の金取られて破門されたって話。みんな知ってるぜ。カス野郎。カス野郎。何も知らねえくせに。あれはな。やばいよ、海斗さん、怒っちゃってるよ。クソが。それより今日は。恵子さんの金を返してもらいに。ああ、80万な。そこにうちの手間賃も乗っけてもらうよ。
こっちも仕事だからさ。まあね。そうかよ。やってみな。やっちゃっていいの？じゃあ組抜けてからの方がバカず踏んでるくらいだぜ。おいおい、肩気をいじめてだけだろ。窮屈な看板書ってバカだったよ。アングリだったってこと？もしかして。この店の自慢はな、防音に金がかかってるとこだ。つまり、ここで何が起きようが誰にも分かりゃしねえ。最高だろ。ホラーゲームやときぜひともその部屋貸してくれ。じゃあこっちも好きなだけ暴れられるじゃん。おう、右シャツ目やばいな。行っちゃってるよ。じゃあ追っ始めると。なに、また？あ、ちょっと待った。また杉浦？お久しぶりですな。いや、もうつくもくんじゃん。電話があったと思うのですが。おう、つくも、今はちょっとタイミングが。やっぱり忙しかったんですね。おう、杉浦氏から矢上氏にガチャ切りされたと。いや、忙しいんだったから。気を悪くされたのですか？僕はもう心配で。してない、してない、大丈夫、大丈夫。お詫びを申し上げさせていただきたいと。いや、そんなのいいって。そうはいきません。え、いいから、いいから。僕は同じ探偵事務所で働く同僚です。まあまあまあね、そうかもしんないけど。それが社会人の礼儀、人間としての常識。いや、なんだろう、もうすごいあるじゃん。で聞くから。めちゃめちゃまともだけど。こちらからかけ直すべきでしょうか。いやいやいや、後でいいから。何分後にかければよいか。はい、ちょっと静かにしてね、本当に。で、どこまで話したっけ。いや、ちわーってくるんですよ。ふざけやがって。で、そりゃそうなるわな。てめえら、ぶっ殺してやる。え、待って、その怒らないでよ。え、スキルで。ああ、スキルしてるときは。い、どうするの。かっこいいじゃん今の。はい、そい。はい、その調子で。はい、オッケー。はい、カードね。はい、叩いていく。オッケー、はい。ここで足首折っていく。いいね。どう、痛かったかい。目は覚めたかな。グッモーニングだ。え、なんか朝終わっちゃったね。もうちょっとするのかと思ったら。矢上さん、海藤さん、本当にお世話になりました。いやいや、ありがとうございました。いやー、よかったね。これまで払わされた分全部戻ってきたって。マジ全部です。本当になんてお礼を言ったらいいか。半分よこしな。いいってことよ。ついでに俺らの手間賃もきっちり吐き出させてやったし。どんくらい出させたんだ。そうでしたね。気になるわ、そこらへん。いや、冗談ですって。冗談。いや、本当か。で、ぼったくりの連中は結局どうなった。そこ気になるわ。連中は町を出ていくみたいっすね。店を潰されちゃさすがにもう食っていけないでしょうから。コウスケの野郎も大学にチクっといたから晴れてコースアウトってわけで。ああ、そかしょうがねえわな、普通に。でも怖いですね、神室町。いい勉強になりました。騙されんだよ、変な奴に。ええ、これからリアルで会うときは自分で店を選ぶことに。そういうことじゃないよね、どう考えても。マッチングアプリも別のにします。いやいや、そういうことじゃないからね。そこが反省ポイントかよ。前向きなのかバカなのか分かんないよ。そもそもネットで出会うのがどうなんだって話じゃねえのか。どう考えたらフリーよ、カイトさん。ネットで知り合って幸せな人たちもいっぱいいますよ。あ、それはそうかもしれない。今時は当たり前なんだって。ああ、そんなこと言ってっと時代に置いてかるぞ。源田先生言われてんじゃん。せいぜい気をつけます。はい、気をつけてね、本当に。いや、一見無事着着しましたね。そういえば、沙織さんたちまだ戻ってこないんですね。遅いんだね、えらく。もうとっくに裁判終わってるだろうに。二人でどっかしけ込んだか。いえー、カイトさん言っちゃって。まだどうにもなってねえよ、あの二人は。
近くで見てりゃわかる。え、そういうことをどうやってんの？それも年の功ですかい？おう、俺はお前らよりよっぽどバカず踏んじゃん。確かにそれはそうかもしれん。娘のおやすさんと一緒に。ああ、そうだったな。松金親子は俺は弁護士、裏と表って別の世界の人間だったが、この神室町で精一杯生き抜いてきた、いわば戦友だ。確かにね。お前らもたまには墓参りに行ってやれ。ええ、言われるまでもねえす。おつむ行きます。じゃあ俺らももう行きます。はい、そうか。皆さんもお元気で。沙織さんたちとはまた今度。お、ご起立ください。ご起立ください。何、あれ、今回厄介検事、あれ、もしかして。では判決を言い渡します。はい。主文、被告人江原昭弘を、はい、懲役6月に処す。え、懲役6月？まさか実刑判決なんて。一発実刑なのに執行猶予もなしですか？ええ、本人があの態度ですもんね。ただ否認するだけで大した主張もないんだから。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。いや、なんかあるぞ多分これ。え、どうしたの？なんかほくそ笑んでるぞ。立ったままで聞きますか？裁判長。何？3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。おう、もう身元は分かりましたか？え、何、どういうこと？はあ、何を急に、何の話ですか？どういうこと？分かりません。まだでしょうね。ではどうか神奈川県警に知らせてあげてください。誰誰？その死体の主は三越葉博と言います。三越葉博？彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。え？万死に値する人間です。そうなの？それが何の罪にも問われず、ずっとのうのうとしていたんですから。おう。法なんてものは全くの役立たずだ。え？マジか。アキヒロ、お前やっちゃったってこと？静粛に。被告人は勝手な発言をしないように。どう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 。あの弁護人、これはどういうこと？いや、こっちが聞いてよ。これはそう。どういうこと？いや、沙織さんのその鋭い目、いいね。ゾクゾクしてくるわ。いや、なんだこれは一体。何が起こってるんだ？全くもってわからないぞ、今。いやー、今日は久々に仕事したな。ジム？俺ら、ひとまず事務所に戻るか。お、戻りますか、とりあえず。そうしたら杉浦たちにも電話だ。そうだね。なんか仕事があるみたいなこと言ってたし。どんな仕事なんだろうね。杉浦が横浜でつくもと探偵事務所立ち上げたんだってさ。ああ、なんだそりゃ。マジかよ。だよ、あのクソゲー。クリアできるかって。どのクソゲー？無理ゲーすぎだよな。え、見たい見たい、マジで。マジで腹立つぜ。誰でもいいから殴りてえ気分だ。え、とんでもねえやつじゃん。うさばらしに適当なやつ見つけてやっちまう。おい、こいつは最低だな。そうだな。いやいやいや、相変わらず物騒な町だよね。ということで、下手に皆さん、ああいう厄介なやからか難癖つけて感じそうだな。エンカウントバトル、ほー、エンカウントバトル、町では男と難癖をつけて、どんな町だよ、本当にマジで。これエンカウントバトルか、ただの喧嘩じゃねえか。はい。あ、ゲッタスは STI と書くと言ってるんだ。ボス格の強敵について、エンカウントバトルではボス格の強敵が喧嘩を打ってくることがあるんだ。へー、バトルリバード。スキルするかぶりね。
はいはいはい。おい。おいせん。目覚めた？時間食っちゃったよ。よかったね。素晴らしい。行って。バップの使い方。バップで3個入力する。ああね。あ、ここらはまあ、毎年一緒でしょ、これ。使い方は。お、よし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 。はい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 。あれどうとかなんか4日経った気がするんだけど、待ってしばらく寝とけって。ポケットティッシュ出発するか。オッケーオッケー、戦闘練習するか。じゃあ、これを。あれどうやるんだこれ、待って待って、ここのなんかあった気がするんだけど、待ってくれ。いや、カイトさん強っ。あれ？おー、レイ。あ、あとちょっとまた調べるか。時間食っちゃったよ。なんかね、なんか待ってて、スじゃなくてヘルプで、ちょっと待って。バトルアクションで、R A プラスモーターアタックじゃなくて、あ、これかな。三角飛び。これじゃないね。なんかあったんだよな、避けるやつ。構える。あ、スネーカー。ジャス、敵を攻撃合わせて、あ、敵を攻撃合わせてか。よし。これ、トイレ一回借りますか。タクシー。これ、序盤からタクシー使っていいのかな。前の感覚使ってるけど、よく考えたら、金全然ない。まあ、金使うことはそんなないか。高級タバコの吸い殻、何の役に立つんだ。いや、懐かしいな、カブロ町でも本当に。前にいますね、また。はい。ほれ。あ、いいよ、それ。はい。そのまま寝溶け攻撃か。あ、なるほどね。フィニッシュアタックで、ちょっとあれなんだ、SP が増えるんだ。まあ、全然 SP 増えなかったもんね。いや、でもそう考えたらですね、SP の増え方すごくいいな。ゲームは一緒なのかな、ちょっと見てみよう。お疲れ様です。あ、ゲームは一緒っぽいな。でもちょっとでも増えてるか。大体一緒な。ファイティングバイパーズ。あ、バンパイアファイバー。え、やってみるか。何これ、え、全然知らないわ。何これ、いや見たことなかったわ。あるわ、やったわ、ワンでやった。やりましたやりました、これいいですいいです、これやったことないわーって言ったけど全然あったわ。あります。よし、まあとりあえず一回帰ろうか。お、なんだ、ここが矢上探偵事務所。あ、説明。所長は俺で、助手は元ヤクザの海藤さんが一人。この不景気に何年も続けて立派と言いたいとこだけど。いや、立派だよね、やっぱ女みたいに続けるって。源田先生からの仕事で食いつないでるって感じ。うん、いやいや、くれるとかあるだけマシだよ、本当に。最高。何？何どんどん遊んでんの？意外と相手かも。まあでもうちの基本は
だいたい体を張ってたまに頭も使う。そうね、まあ、ほとんどまあ体だよね、どちらかというとね。じゃあ海藤さん、あの家の中で遊びにやめてもらっていい？遊んでねえのかよもう。まずは一服しようや。杉浦にも電話するんだったろ。あ、そうだった、電話しなきゃいけないわ。ああそうだった、まさかあいつが同業者になるなんてな。え、それ思わんかったね本当に。俺らの背中に憧れたんだろ。いや絶対それはないでしょ、だって海藤さんだよ、結構バカにされてたからね杉浦に。もう用事は済んだの、八神さん。ああ、済んだ済んだ。悪かったよ。今は大丈夫。さっき忙しかったんだもん。なんか仕事があるとか言ってた。そうそう。いい羽振り。払ってくんだろうね。結構探偵の出番が多くてさ。あ、どんな。しかも今回の案件はね、うまくするとこれから似たような仕事がバンバン入ってきそうなの。はい、どういうやつ？なんかやばい話じゃないだろうな。八神さんにそんな話しないって。あれ、もしかして僕信用ない？え、君元盗賊なんだからね。ならよかった。じゃあ仕事の内容は会ってからのお楽しみね。え、マジ来んのこっちまで。分かった、仕事はいつから？明日こっちまで来てくれたらすぐにでも。え、来いってこと？事務所は偉人町に横浜99かって看板。横浜99か。でも八神さん予定空いてる？予定ね、ちょっと調べて。いや、空いてるだ、どう考えても。予定も何もねえだろ今日のだって久々の依頼だったんだよ。いやいや、ちょっと、いや、話してやれよ、ちょっと。安くいられるでしょ。なるほど、駆け出しに仕事恵まれたとあっちゃカッコつかねえか。いや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 、大丈夫、宮原のは。なんとかやりくりだ。お忙しいところすみませんね。じゃあ明日海藤さんも来るでしょ。あー、来る来る来る、行く行く行く、ね、行くよ。よろしく。ああ、待っといてくれ。すぐ行くからな。何の仕事かは行ってからのお楽しみだってさ。あの野郎、もったいぶりやがって。でけえ仕事なんだろうな。俺あんまり行ったことないんだよね。中華街行こう、中華街。ま、最近のカムロ町は案外平和だし、たまには見聞を広めよっか。遊びに行っちゃうか、座ってくると。わからないわ。雨の中で歩くキムタクのかっこよさ。これね、オープニング PV かなんか。いやー、このコンビ好きやわー、ほんまに。このコンビはちょっと謎コンビであんな。誰？これ。え？これ馬の人？もしかして。あ、これがあれか。絶対ねろー。いじめた。俺でしょ、これ。え？歌、アドさんなの？どっかで聞いてこようと思ったわ、今。やばそう、こいつは完全に。いや、もう顔がイケメンすぎて、こいつもやばい、もう。何このキャラは。え、今回またあれじゃない？味のあるキャラ多くない？え、これ学校の先生かなんか？なんか今、あれじゃなかった？外見上げた、見上げてなかった？市役所員か学校先生の先生でしょ、これ。いじめ対策課かなんかかな？なんかよくわからんかったね。チャプター1、無礼の裏切り者。あ、絶対これあれじゃん。いじめをチクったやつがボコボコにされるやつじゃん、これ絶対。わかるわー、これ。おー、
フェリーに行ったのか。いいですね。私横浜行ったことないですか。こんなとこなんですかね。一回行ってみたいですね。中華街の方じゃねえんだな。え、中華街の方じゃないんだ。ついでにうまいもんでも食えると思ったのに。いや、本当の見に行きたかったわ。今度行くときのためにいつか行ってみてよ、横浜。つくもんとこまで少し距離あるぞ。マジ？タクシーで行くか。あー、タクシーで行こうよ。それもいいけど。え？ちょっと歩いてみようか。歩いて行くの？初めての街だし。あーね、確かに。考えだな。確かにね、僕たちに行くだけじゃなくてそこを楽しんでいくってね、確かに。おお、広いね。え、むちゃくちゃ広くない？なんだにこれ。え、横幅広っ。あ、こういう感じ。え、めっちゃ広いじゃんこれ。あ、ここ駅なんだ。へえ。横浜行ってまで。待って。あの横浜行ってまでなんかあの絡まれてるってなんかやばくない？普通に考えると。よしよしよし。まあ帰りますか。なんだ？この、なんか裏にいる？あ、喫煙所かここ。へえ。でけえなマジで。そうあれか。今回ね、横浜が舞台なの、カムロ町じゃなくて、もしかして。お、でっけえ、カムロ町だと思ってた、完全に今。遊び行くとこね。まさかの舞台は横浜。いや、でも楽しいだね。え？止まったんだけど。あー、ムービーか。なんだ？よう。よう。ちょっと待てたぼう。何？あれ見てみろ。どれどれ。撮影してんだ。やめなさい。なんだよ。別にいいじゃん。いやなんでうざ。あこにも書いてねえし。とにかくこの高校生うざそう本当に。理由は？俺らの自由っしょ。え？何やってんの？え、クソガキすぎるでしょこいつら。いや風だった。風？風で倒れたんだよ。の。うん。風。ええー？なんでスカートめくれてんだおめえの。最近のガキはやり口が可愛げねえ。いやー本当に可愛げがないね。じゃ考えてることは一緒か。原骨確かめてみる。絶対一緒だよこれ。また言いがかりっすか。あんたおかしいっておっさん。お前らな。出ましたね。何様なんすか？店の前でタムロされちゃ邪魔だって。そう言っただけだろ。他のお客さんに迷惑だから。今のは編集でカット。最悪じゃんマジで。新しいやつ。ちょっといい。なんだよ。カメラ綺麗に撮れるんだね。本当だ。親に買ってもらった？キャット。今あいつ榊よ。そんなわけないじゃん。そんなわけないじゃん。欠点だよな。ちょっと汚れてない。貸してみ。え？返せよスマホ。スマホね。返して欲しかったらまず倒した看板直そうか。ああ、早く直せよ。なんだ？やんのか？マジなめやがって。え、なになに？え、高校生とバトルの？マジ？とりあえず一人ワン金玉潰すとっか始めようか。え、流れって何？敵の攻撃を避けて対処するのが得意なバトルスタイル。特に近接攻撃を武器を持った敵の…何これ。受け出すんだ。敵の攻撃当たる直前 L1 なお構成でも全方攻撃に対してガード可能。マジ？敵が持つ武器をディスアーム。何？
あのほね、はい、あーね、はいはい、あ、これでね、はい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 、はい、OK、 なるほど、こういう感じか。恐れちゃうって何？ OK OK OK、 はい、あ、こういう感じなんだ。なにこれ、こういう、まさかのこういうモードもあるんだ。いや、かっこいいけど、いや、高校生これやりすぎ。これでいいのか、はい、しんどいパンチ。あー、漏らしちゃったね、よくないよ。はい、あれ、どうしちゃったの。はい、オッケー、目覚めた、ほんま、おねんですみよ、悪べき。あとは、はい、こっち、はい、篠原くん、オッケー、はい、オッケー。これは痛い。もしもし、ママ、すいません、彼氏の家に泊まる。彼氏の家に泊まる？パパ許さんからな。ダメだ、つえ、くそ。横浜もやべえとこだな。お前さっきの技はなんだよ。こっそり腕磨いてやがってね。合気道か？バレちゃった？そんないいもんじゃないよ、ただの我流けど、ガキ相手にはちょうどいいだろ。確かにね。これ、あいつらの落とし物です。好きに処分しちゃっていいと思いますよ。 ありがとうございました、本当に助かりました。いや、本当にとんでもないクソガキやったな。星稜って高校の学生たちですよ。え、そうなんだ。一応進学校なんだけど、程度が低いっていうか、子供なんです。いや、すごい悪ガキ言われたもんね。確かに、カムロ町であんな真似してたらすぐに締められる、ね、確かに、ボコボコされね、どう考えても。怖いのがいますよ、ヤクザとかハンピンリューマンってギャングとか。ハンピンリューマン、そういう奴らの前ではやんちゃなんかしません。そうなんだ。相手を選んで生きがってるわけですか。相手じゃねえか、本当に顔色か、伺い相手のやつ。じゃあ、これで少しは薬になったか。どうでしょう。でも私は嬉しかったですよ。他に誰も助けてくれなかったけど、あなた方は違った。この辺の人じゃないんですか。違うんですよ、まあ、こっちでちょいと一仕事する予定だ。横浜99課って探偵事務所、あんた知ってるか。夢、いや、あ、すみません、聞いたことないですね。いいんです、全然知ら、知られてない感じだ。そうですか。あ、よかったらこれ受け取ってください。何、何、ほんの気持ちです。え、カツ丼かなんか、リスト、な、本当に、何、何これ。防具アイテムなの。え、そうなんだ。ありがとう。いきなりメリケンサックよかったな。パンチ力上げたかったね。さーて、これは。メタン。え、前はちゃんと乗れたのに、なんで今回がダメなの。もう一回ってみようか、たまたまかもしれない。お、なんだ、ちょちょちょ、なんだなんだ、星を打ってるか、なんでだ。はい、はい、いっそパターンのいいな。だっていい加減にしろ。だけど危ない。あ、
じゃあとりあえず、まあ事務所行きますか。何これ、リードの軌跡があったの。これ何使うんだろう。あ、お邪魔します。あ、これはこれは野球部署。ムービー入っちゃった。ちょっと待って待って、戦いたかった。今横浜99か、あれが杉浦たちの噂だな。ここか、案外しっかりしてるな。もっとボルボロとかと思ったね。いやでも案外つくもがお金持ってる説あるねこれね。ふい、あ、いいじゃんここ。めっちゃおしゃれだし広いんだけど。おお、いやーどうもご無沙汰でした、八神氏。さあ、月も誠一。いらっしゃい、お二人さん。元気だった？元気、元気よ。連絡もよこさねえで、いつの間にこんな事務所。めっちゃあるじゃん、カポエラか、もしかして。おっと、スキルもなんだ、腕を磨いてるのか。さすが元泥棒、前より腕上げた。泥棒のね、窃盗だ。いや、泥棒と関係ないだろ。やだな、僕は私利私欲で盗む連中とは違うから。強気をくじいて弱気を助ける、義賊的なやつだよ。じゃあ最後は油ボロにぶち込まれようね。足洗ったわけだけど。まあね、じゃあイケメン。いい事務所だな、少しうちに似てる。いやいや、どう、それはまあ、僕らが目指すは。いや、いや超えてるでしょ完全に事務所。憧れの先輩ですよ。いや嬉しそうな顔をするなよ、負けてるぞ完全に。やさはブリーフィングって状況説明ってこと。まずは今日のアジェンダからご説明しましょう。やったな、もう海藤さん頭ついていってないから。うちの所長、意識高い系の会社を参考にしてんだよね。なるほどね、優しい目で付き合ってあげて。そこいいと思うよ、最初は何でも真似から始めるもんだ。確かに、続いては模倣からっていうからね。というわけで、八神氏たちにご助力賜りたいのは、最近探偵業へ増えつつある案件でして。そんな増えてんの。どうでしょう、なんとなくお分かりになりますかな。カムロ町じゃまず来ない案件だと思うね。横浜ならではってことか。わかった、じゃあもうあれしかねえ、中華街を仕切ってる連中の島争いだ。いや、ヤクザじゃねえんだから。ああ、そういやこの辺ハンピンニューマンってギャングがいるんだって。こうやって読むの、ハンピンニューマンって言うの。そのハンピンなんとかの構想が依頼のネタだ。今のところこちらにギャングの構想はありません。あ、ないんだ。我が社で増えている依頼というのは、いじめについての調査報告です。いじめ、いじめか、なんかやばそうだな。うちの子がいじめられたようだから証拠を集めてくれとか、はい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 、はい、加害者を特定してほしいといったものですな。復讐したいとかそういう系ね。親としては自分の子供にいじめの証拠があったら裁判楽だし、それで学校にも責任問えるでしょ。確かに。子供っていくつぐらいの。15から18歳か。一番多いのは中学生です。中学生、あの時期の男子はテストステロンという性ホルモンが急激に増えるんです。おう、すると攻撃性や支配欲が強まるんですが、まだ脳が未熟で理性が効きません。いわゆる中二病ってやつだ。それでいじめが起きやすくなります。なるほど、科学的に証明されてるんですね。ただ今のは男子限定の話なんだろ。女子にだっていじめはあるよな。あるよね、どう考えても。いじめには他にオキシトシンという脳内ホルモンも関係すると言われています。オキシトシンって。オキシトシンは男女問わず仲間への親愛を司るもので。ああ、で、仲間引きだ。例えば母親が子供を見たりした時に多く分泌されます。母性愛みたいなね。それだけ聞くと善玉みたいだ。悪いやつにも肩入れしちゃうってことね、要するに。太古の昔、オキシトシンを持つようになって人は仲間と助け合うことができました。そうだね。いや、すごい太鼓まで行ったな。ここまで仲間たちの助けが必要でした。ああ、オキシトシンがその支え合いを促したのです。
そしてそうした行動の取れる群れでなければ子を育てられず厳しい自然を生き残れなかったでしょう。そうだね、昔は寒いかったもんね。しかし、まあ、凍っちゃったけど、やがてこの仲間への思いが強くなっていくと、うん、今度は群れの足を引っ張る存在を裏切り者とみなすようになりました。あーね、確かに確かに。例えば働きもしないのにただ収穫物を食べるだけのもの、彼らを放っておいてはやがて誰も働かなくなり、その群れは全滅してしまいます。そうだね、餌だけ減っていくもんね。間違いねえわ。裏切り者には仲間内で制裁が加えられました。当時群れが生き残るためにその制裁は正義だったはずです、うん、確かに。裏切り者をきっちり迫害した群れほど結果的に淘汰されずに済んだでしょう。まあ一番いいわやってるからね、その場合は。私たちの祖先です。うん、じゃあいじめはその時の名残ってこと。本能に組み込まれてる的な。いやな、それはちょっと違う気がするけどな。本能のせいかよ。もちろんそうは言いません。うん、そうだね。でも人は仲間内の異物を排除する傾向にありますよね。あるね、間違いない。空気の読めないものを KY、 反応の鈍いものをノリが悪いといじめませんか。確かに歴史上もそうやって、こういうのはなんか見たことあるな。破壊されてきました、世界中で、古今東西を問わず。うん、あーこれか、この辺全部いじめ管理の資料か。主につくもくんがね。うん、僕は体張る担当なもんで。はい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 。この量を片付き読んでるってことは、それでいじめ絡みの遺体が多い方も多いんだろうね、本当に。ではついでながらもう一つ面白い話が。面白い話？人は裏切り者を見つけるとそれを制裁したいという欲求に駆られます。えぐ、そんなやつおんの。そうした制裁を下すと、はい、脳がドーパミンという快楽物質を出すんですよ。あ、正しいことをしてるみたいなね。正義をなすとき人は食事やセックスをするのと同じぐらいの快感を得てしまうんです。なるほど、ソンメガネめっちゃかっこいいな。俺欲しいな、ソンメガネ。ならその正義が歪んだものだったら大変だ。間違いねえ。暴走して歯止めが効かなくなる。それが今のこの状況のことね。まさにその通りなのです、ヤガミ氏。で、俺らに手借りてって依頼もそのいじめ絡みなんだよな。間違いねえだろうね。依頼人はとある私立校の理事長です。理事長？校内にいじめがないかしらみつぶしに調べてほしいというのですよ。ただし、なるべく波風を立てないように。え、そいつはいけるか？その学校の規模は1学年にクラスが6つ、はい、3学年で18クラスですな。結構多いね、そのクラス。600人余りです。600人。僕と杉浦氏だけでは手が足りません。夜その依頼人と外で会うことになってんだ。そこで詳しい内容を聞く予定で、その時は2人にもいてもらいたいんだけど、いいよね。いいよ。段取りいいじゃねえか。駆け出しの探偵者にしちゃ上出来だ。いや、それまではご自由にどうぞ。場所は八神さんたちの歓迎も兼ねて中華街の店をセッティングしといたから。え、なんて気が回るんだお前杉浦。現地集合でお願い。わかった。お気遣いどうも。優しいね。じゃあちょっと探索したいね、これ街ね。どんなとこあるか。え、見たいんだよね、こういうとこね。え、もう行っちゃったの。え、全然探索できないじゃん。あ、もう夜だわ。あ、これでね。はいはいはい、どこだ。あ、向こうか。あ、結構遠いな。なんかあるかな。ハローワーク、ハローワーク行こうかな。ハローワーク中にも探偵やめるか。お、駐車場もあるね、いい感じ。ここか。ムカつくわ。お、なんか前、なあいつなんか。何見てんだ。なんだ、やんのか。ほい。へい。あ、EX 作戦でってあれなんだ。経験値多いんだ。いい加減にしろや。
え、これどれくらい経験値入ってんだろう、気になるね。見てみようか。今で3000、言うて3600か、少ねえな。スペシャル見とくか。回復力アップか。あんまない、経験値アップとかなんかないかな。飾り付け、変換、グルメマン、ないね。パラメーター、パラメーターか。パラメーターは別かっこいいな、これいいな、いいなと思うけど。え、おこれだって、いやこれならどう考えても、最初取るべきはまずは経験チャップ。まあしばらく辛い時期は続くと思うんですが、まあね、いやカイトさん押せよ、ここなんかゲームあんのかな。ちょっと見てこよう、ゲーセンちゃん、ここお邪魔します。ソニックザファイターズレトロゲーム50円、何これ。あれ、あんまりなんかすいません、ゲーセンあんま変わらないんですけど、これ何、ウォーターレイド、やってみようか。アクセル、RC2 回ブースト、ほう。どうぞ。急になんかキーになったぞ、グラフィックが。いや、そんなことはない気がするわ。あ、多分気のせいだ。どんな感じなの？面白そう、なんか。どうやって選ぶの？スタートボタンでスタート。あ、なんか遅そうなやつ選んじゃった。オーケー、グランドチャンピオンでいいわけね。見してやるぜ、アクセルをな。どこで、めっちゃ見づら、なにこれ。待って、オーラ、待って。2回ターボでこれどういう感じするんだ。あ、オッケー、はい、なんこれ、オッケー、今2位か、1位どこなんだ、むしろ。他になんかボタン、いた、ちょ、はい、よし、1位早くない？あ、俺やった1位。おい、OK、多分ここで、はい、ターボが止まって、あ、なるほどね、これターボかけれんだ、早ーい。めちゃくちゃ早いじゃん、俺で1だからか。なんか音声がやっぱりちょっとあれですね、やっぱ昔の音声感じしますね。はい、今8位ね。いや、氷の静寂むずいな。ほらめちゃくちゃ殴ってて草。ちょ、あいつ殴りすぎやろ、ちょっと待って。おー、みんな早くねえか。いやこのインコース、いた、待って、やばすぎ、いた、あ、俺が倒れてる。オーケー、どうだ、いけるか、残り9秒。フィニッシュ、1位です、早すくない？ 2 位かー、めっちゃ早なんだが、周り。どこまであるんだ？いや、でもやっちゃおう、気になるから。はい。
オッケーオッケー、はい、俺、はい、バックミラー見えないのよ、バックミラーは。オッケー、ゴール出して、オッケー、え、出す、あった、あ、いた、いた、いた、あ、いた、いた、待って、待って、いたー、何、俺、何、アックス落としたの、ちょっと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 、いや、待って待って、冷静に人を叩いてくる人いますよ、このゲーム。おっしゃ、手に飛び、お前、殴ってやるからな。はい、よし、オーケーオーケー、今回、おい、やめろ、おい、なんか後ろにいるんだが、オーケーオーケーオーケー、よしよし、はい、なに、あいつ、ああっと、おー、あ、落ちたようになってるか、よし、今だ、行けるしかねえ、ここだ、いや、早いね、君、早いね、早すぎるよやっとちょっとが追いつかんねんけど、このゲーム難しいな、なに、俺、なに、にいや、なんかもうグラフィックはゴリラ、完全に。いや、1位になりたかったなー、ここ。エントリーネーム、エビゾーにしよう。はい、ABD、あ、ABD ですか。はい、BBB で、はい。いや、面白かったけどね。なんか昔のゲームと思えない気がな、これ。こうやって見るとね。でも、いや、出たいんだが。待って待って。いや、出たいんだが。あまり違うゲームあるって感じか。他には。お、目の前にいるね。あ、経験値がどれくらい増え、ちょっと見てみようか。すいません、ちょっと経験値どれくらいか教えてもらいたいんですが、いいですか、ちょっとすいません、あ、ちょっとすいません、ね、勝った、あ、どうも、ヤグミです、はい、はい、やった、さっき110ぐらいだったからね、これで今回は225、あ、いいね、なんか払う価値ありますね、やっぱりね、だいぶ増えたな、よーし、モリモリ殴って強くしていっちゃうぞ、ヤガミくんは、何見てんだって、いっぱい見てんだよ、あれ、オーケー、しばらく寝とけっての、1回の戦闘で220ぐらい手に入るとあれだね、割と多いね、そう考えるとね、経験値、右のサイドにいるね、ここら辺いっぱいいるんじゃない、誰だと思う、ヤガミです、はい、はい、はい、残念だったね、残念だったな、ほれこれも OK、 なんか技で倒すなんかあったね、メリットがあっていいね、そう考えるとね、時間食っちゃったよ、やはり経験値稼ぎが遠すぎるな、このゲーム。お、目の前から出てきたね。そい。はい。おっと。おい。これで普通倒してどうなるんだ。
あ、これ100は120か。でもちょっと技絡めた方がいいね。そう考えるとね。これじゃあこう技絡めた方がいいか。はい。おい、そしてオーケー、連続アタック。しばらく寝とけっての。おいね、いや、なんかいいね。いや、ちょっと待って、え、いくらこれ経験値稼げる、もしかして。すいませんね、伝統を練習したいんでいいですか、すいません。なんだよ。あ、オーケー。はい、オッケー。戦闘を倒せ、いかにもできるな、このゲーム。さて、そろそろ向かいましょうかね。どこだ？か。いや、ここになんかいっぱいゲースあるんだよな。話聞くのもあるしね。ご飯屋さんに寄ってみたいとかあるな。何見てんだ？おいよ。はい、はい。あ、そっか、アイテム品種変わるのか、そういうの。どんなやつあるんだね。さてさて、チャリンコを持ち上げて。あ、チャリンコ持てないんだ。たく、いい加減にしろよ。ここまでなんか物を押してる感じしないね、こうやって見てるとね。さて、向かいましょうか。ちょっとね、序盤なんでね、置かないと思って、ちょっと走っていこうか。お金稼げる楽ならいいんだけどね。楽なのかどうかもわからないっていう。とりあえず、ここまで一回行きましょうか。タクシー行くかな。なんか、またゲースあるんだけど、待って待って待って。タクシー。え、あ、ここか。あれ、もしかして一日1100円ここどうすんの。はい、出発するか。お、なんだ。何これ、エクゼクティブマッチ、馬について。何、単価料20万？何？馬？馬？麻雀？謎なんですが、ということでね、今回は、読み方わからないんですけど、なんて読むんですか、このお店の名前。敬老閣？わかんないんですが、はい。ちょっと待って、何、双子？ちょっとね、え、なんか三つ子コーデか何か。え、これ何、このコーデ。え、これたまたま、え、全く一緒だよね、この格好。え、何これ、ということで、はい、じゃあ次回はね、あいたーっていうところで、はい、ね、世界が引き合ってしまったってところがスタートしたいと思います。というわけで、皆さんまたよかったら見てください。ミントスでした。次回の忘れたい記憶、お楽しみ。ほな、またね。よかったらチャンネル登録もお願いします。 See you!